サッカー分析系 YouTuber のレオザさんを知っていますか？知っていたらどのような印象をお持ちでしょうか？知ってます。何度もなんか、アルゴリズムの問題なのか、僕のYouTube 見てたら、おすすめに出てきますね。印象はものすごく賢いなっていう印象ですね。自然体というか、なんかあんまり無理してなくて。聞いてて嫌な感じはしないなっていうのが率直な印象ですね。